5年前の2019年10月12日から13日にかけて記録的な大雨をもたらした東日本台風。県内では関連死を含め40人が犠牲に。住宅はおよそ2万500棟が浸水するなど甚大な被害が発生しました。大雨から4日後、私たちが生中継でその状況をお伝えしたのが郡山市の赤城小学校。廊下にはまだこのようにたくさんのものが泥がついた状態です。そして扉を見てみますと、私の身長よりも高いところまで水が押し寄せてきたことがわかります。そして職員室の中にはこちらもたくさんのものが散乱して、学校運営に必要なデータが失われてしまったということです。周りよりも低い場所にあり、水が一気に押し寄せたとみられ、1階は 1.6 メートルくらいの高さまで浸水。職員室には泥まみれの書類などが散乱していました。しばらく復旧が見込めないことから、子どもたちは近隣の複数の学校に分かれ、空き教室を借りて授業を続けました。あれから5年、再び赤城小を訪れると、リポートをしたのが1階のこの辺りだったんですが、当時職員室だった場所は今理科室になっていますね。万が一浸水することがあっても被害を最小限に抑えるため、職員室や子どもたちが普段過ごす学級の教室は2階以上に。代わりに理科室や家庭科室など授業のみで使用する教室が1階に配置されています。他にはこちらの設備、高さがありますが、これは学校の電気系統を、司る設備になっています。水害があった時には1階にあったので、水に浸かってしまって、学校自体の電気系統がダメになってしまったということを生かして、今はこう2階に、底上げしたような状況でこの高さに設置されています。はい、電気系統にも水害対策が取られていました。こうした校舎の改修工事は今年の3月に完了しました。また設備だけでなく、5年前水害があった10月の12日と13日を赤城小学校防災の日として設定しています。防災並びに減災ということを子どもたちに学んでもらう機会として設定しています。子どもたちは毎年授業で浸水による被害や命を守るためにどう避難すればいいのかなどを学んでいます。校舎は新しくきれいになっても、あの日の教訓を忘れないために、やはりこう自分の命は自分で守るということもありますので、自分の身近に起こりうるということをしっかりと子どもたちにも感じ取ってもらって、そういった災害をできるだけ被害を少なくする、そういったことに意識を向けてもらえればなというふうに考えています。